ウズゲンは、キルギスの都市、オシ州に属し、ウズゲン地区の首都である。2009年の国勢調査では、ウズゲンの人口は49,410人だった。ウズゲンの歴史は古く、紀元前2世紀にはすでに中国の史料にその名が、見られる。10世紀に成立したカラハンアサにおいては、マーベラノルと呼ばれ、都の一つとなり、当時建造された3つの霊廟は現代でもよく、 保存されており、オズゲョン歴史建築群と呼ばれ、観光資源となっている。11世紀半ばに、カラハンアサが、東西に分裂すると、西カラハンアサ初代のムハンマド一世は、ウズゲンに首都を置いた。ウズゲンの名は、10世紀の地理学者であるムカッタスイや、イブンハウカルの著作の中にも見られる。ウズゲンは、フェルガナ盆地の東端に位置し、カラダリーヤ川が、 フェルガナ盆地に流れ込む上流の地点に存在する。星の北東30マイル、ジャラルアバドの南東20マイルに位置し、カラダリア川の右岸にある町である。ウズゲン市では、カラダリア川を中心として、稲作が行われており、水田が広がっている。ウズゲン産の米は、キルギス周辺で評価が高く珍重されている。また、ウズゲンでは石炭を産出する。 ありがとうございます。